おはようございます、こんばんは、バリオです。さあ今日もウォロボツビアさんと一緒に見ていきたいと思います。今日はね、サムネの通りですね、アプテ 9.4 で実装されましたスプリンターとシャッター、この武器相当強かったんだけれど、やっぱねこのアプテ 9.5 でサビ武器、ドット武器ね、毒武器ね、これが実装されて、なんかいよいよこう早くも終焉を迎えたなという感じを受けている試合がありましたんで、それを一戦見ていこうかなと思っています。まあ、ちょっとね、本題に入る前にちょっとね、こちらの動画を見ていただきたいんですけど、何が起きてるかっていうとね、敵からロックダウンを受けます。おちょこちで突っ込んでってロックダウンを受けて、そのロックダウンを受けた後にロックダウン明けの耐性がつくはずなんですけど、その耐性がつかないままロックダウンが維持された状態で、さらに耐性が明けそうなぐらいの時間間隔を空いて、まあ、5秒だかな、空いて次のロックダウンがかかって、ずっと足が止まりっぱなしですっていうような、そういうようなシーンがちょっとありました。でこれがね、何が原因で起きてるのかがちょっとわからなくて、こういう仕様なのか、バグなのか、それとも、チーターみたいな、そういうような不届き者なのかがちょっとわからなくて、もしね皆さん同じようなコメント、同じような症状のある人ってね、ちょっとねコメントいただきたくて、ちょっと動画を紹介させていただきます。それじゃあね、ちょっと動画見ていきます。よろしく、どうぞ。よし、君のシュルシュルをやっていく。よし、そこで、よっしゃ。あ、ちょっと誰だよ足音ふざけんなおい、ちょっとなんだこれ、足動かねえんだけど、これどうなったよお前。ずっとロック、あ、何これ、ずっとロックダウンかかったままになってるんだけど、おい、ちょっとロックダウン開けねえんだ、どうなったよお前あ、またロックダウンのさ、カウントダウン始まったけど、おい、ちょっと動けねえって、お前、それ、お前、動けねえの、お前、それはねえだろ、お前、ちょっと待てよ、お前、ちょっと、はい、いかがだったですかね。ご覧いただいた通りで、ずーっとロックダウンかかってるままになってるの、アイコン見ていただければ分かるんだけど、本当にね、ずーっとロックダウン、ロックダウンのカウントが開けてもロックダウンが切れずに、次のカウントダウンが始まるみたいなね、そんな感じになってます。で、これがバグなのか、仕様なのか、まあ、仕様だとするとどういう状態になったら起きるのかも知りたいんだけれど、バグだったらね、ちょっと運営側にも報告したいので、バグなのか、やっぱりチーターなんですかねっていう、まあ、そのあたりをね、もしね、ご存知の方、まあ、同じような経験されてる方いましたらですね、ちょっとコメントください。場合によっては運営の方に報告しておきますのでね、よろしくお願いします。で、今日の本題の方に戻りますけど、まあ、冒頭でちょっと話したストーリー、まあ、スプリンターシャッター、このね、私もまだ編成に入れてるんだけれど、スプリンターシャッターを搭載したおちょこちって、まあアップで 9.4 の時は強かったですよ。まだ私はね、中武器イグナイター積んだ方が強いと思ってるんだけど、まあ、それでもね、瞬間火力でおちょこちをやりきるためには、まあ、スプリンターシャッターを使いたいので、私も編成に1機入れてるんですが、やっぱりね、今のあのアップで 9.5 で実装されたね、毒武器サブ武器ね、あれの前にはどうにもならんよっていうような感じをちょっと受けてる、もう本当にね、それをしみじみと感じるような一戦が取れてますんで、今日それを見ていきたいと思いますね。まあね、早くもさ、この新武器アプテ 9.4 で実装されたね、この武器がなんかもう使い物にならないとまでは言わないけれど、ちょっとこう過去の遺物になりつつあるのがね、なんだこんな早いのよって思わんでもないっすよ、やっぱり。まあ、ここの上のことなので、いつものことじゃんって言われればその通りなんだけれど、まあね、それにしても早いよね。で、私はまだ使えるところがあると思ってるので、3機目として入れてはいるので、超接近戦でいけば、割と火力が、瞬間火力が出るので、その時のために入れてたりするので、まあ、こいつでワンパンで敵のおちょこち潰すこともありますからね。まあ、それでもモンスターに化けたやつは全然対応ができないんだけれど、で、私自身は今日はね、この、中武器にデスイバーを積んでいる状態で、軽武器タマーね、この子で出てってます。で、敵がさっき言ったようなおちょこちのスプリンターシャッターで、タイマン勝負で、まあ、勝ち込んでいくっていうようなね、そういうようなシーンになってますけれど、あと途中で敵にダゴンが出てきます。で、ダゴンの対応の仕方、あのイージス硬いでしょ、あの硬いイージスの対応の仕方も含めてちょっとね、動画の中で解説してますんで、そのあたりをね、参考にしていただければと思います。それではいきますね、よろしく、どうぞ。
さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。アンマップはシェンツェンを引きました。初手はちょっとねデシーバーを積んでいるデシーバー玉おちょこで出てきますね。ちょっと今この子を試しています。どの組み合わせが強いのかね、今ちょっとね検証動画撮りながらちょっといろいろとって試してるんですね。どういう組み合わせが強いのかなと。さあなんか味方でみんな集まってきちゃった。まあ敵3だったら俺だって行かないけど、まあそれはやられるな。まあ一方でこんなとこ3人も集まりゃこうなるわな。一個一の団子には刺さるぞこのデシーバーが。あーちょっとなんか変なのしたぞ。なんだなスプリンターを引き込むか。距離さえ取れば大したことないからね。削れていく敵は250以上離れたいんだよな。ちょっとなんか落としやがったもんね。でも俺も五感で耐えていく。五感はあれですね、パラディンに積んでますね。とりあえずこの子と戦うときはとりあえずね距離さえ取れば何とでもなるから。もう見ての通りさ圧勝でしょ。で僕が溜まれば溜まれば私の方はどんどん体力増えていくからね。よしよしよし。そして君はこれで死んでいくだろう。キルをいただいていく。まあ圧勝でしょ。なんとなくねもうねこれねでもね2対1になるとさこの武器の持続性っていうかさ瞬間火力がないのでもう、まあ、あれも多分死んでいくけど瞬間火力がないので長期戦に持ち込まれると辛いんだよ。だから2対1のシーンだとねやっぱり勝てない、ね。まあ、通常的に2対1は勝てる。2対1で余裕で勝てるんだけどおちょこ2に自分がおちょこ1だとちょっと辛いなっていうのが正直な印象だね。よしよしよし。あまあでも結構負けてるな。どうした。なんか突っ込んできやがったんだよ。呼び込んだか。あでも君もスプリンターシャッターか。全然余裕だから。よしよし。距離さえ取ればこっちの何とでもなるから。でそこのどうちょっと待って。なかなかパラデインきついな。でも距離さえ取ってれば大丈夫。よしよしよし。もうこれで完封だね。いや突っ込んできたか。もう間に合わないから。よし。そして毒で死になさい。あまだ死なねえのか。なかなかやるな。パンステかなんか使っただろう。よし。そしてキルをいただいていく。ほとんど無傷だね。90万ダメージ。ああダゴンきた。ダゴンはね自分のねこのノックバックのさダメージでねシールド剥がすんですよこれ。ちょっと見ててこれ。攻撃で剥がそうとするとね全然剥がれないからそれぐらいの きついので、なんか変なの出てきたんだからちょっといいよ。ダゴンちょっと集中させろ。とりあえずねノックバックでこのシールドをさえ剥がせば完封できるから。よしよし OKOK。 もうこれで俺勝ちだね。よし。そしていやもうこれで勝ったね。ダゴの戦い方ってねこうなんです。もうとにかくね近くに寄ってノックバックのさそれのダメージでそしてやりていく。味方どうしたよ。なんかすっごいやられてんな。ダゴンは距離取られるとイージスは通常武器では剥がれないですね。なんで今みたいにノックバック使いながらアビリティのダメージ使いながらであれしてください。で行くと武器のダメージが入るようになりますので。よし君をやっていくけどもう時間がないって感じ。なんでこんなに一方的に負けてる。まあしょうがねえな。 GG じゃないです。敗北です。まあちょっとねでもスプリンターシャッターのタイマン勝負2戦見れたと思うんですけど2戦見ていただく通りなんかスプリンターシャッター終わったなって感じしますよね。リザルトは3位ですね。430万7キロ2ビーコンでした。であと途中でダゴンとの戦いの一騎打ちの戦いありましたけれどダゴンはノックバック使ってイージスを剥がして、武器のダメージは温存するっていう戦い方ね。そうすると団子にも刺さりますので、そういう戦い方をしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。